山本周五郎作楽天旅日記その第40回第34章昼夜は偶挙において続きから。その思案が思案通りに行きますように。女は半信半疑という目つきで言った。菅野さんは頭がいいけれど頭のいい人ほど抜けたところがあるって言いますからね。お部屋様のご解任が嘘だなんて私にはどうしたって信じられませんわ。おそらく誰も信じないだろう。昼夜はこう言って冷ややかに微笑した。大学のバカ殿、自責画廊、その他お部屋様を取り巻く者、家中の全部が皆ご解任と信じている。だが医者の高斎と腰元の江口、そしてこの昼夜の三人は知っている。昼夜は目を細くした。お部屋様の解任は嘘だ。あの腹帯の下には綿が詰まっている。俺はそれをこの手で。こう言いかけて昼夜はギクッと口をつぐんだ。玄関の障子に何か突き刺さるような音がした。プツッというふうな低いけれどもかなりはっきりした音が聞こえたのである。ちょっと待て。彼は立って襖を開けた。そこが三畳で、向こうが玄関の障子である。その障子に外から何か刺さっていた。昼夜は物音を聞き澄まし、極めて用心深く障子へ近づき、刺さっているものを素早く抜き取った。それは吹き矢の矢であった。昼夜は障子を細めに開け、そこに誰もいないのを確かめてから手にした吹き矢を調べてみた。すると吹き矢には紙の矢羽がついているが、その矢羽の中から紙が一枚出てきた。吹き矢の矢踏みというやつである。ちょっとドキリとしてそれを抜いてみて、そこに書いてある文字を見て、今度は腹の底からドキリとした。一頭の馬は戻り、一頭の馬は死す。天竜下半に二人殺害され、一人帰る。二人の一は貴公子、一はともり、両領なぼ存状なり、疑うなかれ、返礼近きにあるを。そうして末尾に間垣平太と書いてあるのを見て、昼夜ほどの男の装備に鳥肌が立った。第35章、黒姫山からの脱走。どこを見ても青葉である。そして信用されないかもしれないが、ホトトギスが鳴いている。青葉といっても並大抵なものではない。どこもかしこも前後左右どっちを見てもすべて一面の青葉である。信濃の国飯田の城下から西へ五里、阿智川の一源流を懐に抱く黒姫山の渓谷、木序谷に臨んで一棟の古い朽ちた草庵がある。草庵の濡れ縁に一人の老人が腰をかけて、じっと谷階のホトトギスの声に聞き入っている。五尺そこそこの痩せた小柄の体つき、髪の毛は灰色であるが眉は黒く、目の上へかぶさるくらい厚い。見たところごく平凡な山鹿のじじいといった風体である。だがその口元や眼光には尋常でないもの、一種の不動心、不退転な精神力といったものが感じられ、どうかすると全身からある種の光を発するようにさえ思われる。老人の名は玄意という。すなわち炭焼き権之丞が手紙をつけて淳次郎とおまきを託した相手だ。草庵の前はよく踏み固めた履き庭で、谷に面した方は古い大きな杉が林をなしている。そこから謎絵に谷へ下るのであるが、今その坂道をおまきが登ってきた。弁当でも運びに行ったらしい。竹かごと湯沸かしを下げている。暑いのだろう。頬が赤くなり、額には汗の玉が浮いていた。やっぱり同じことよ、おじさん。
おまきは源医の前まで来ると不平そうに眉をしかめ、手の甲で汗を拭きながら言った。木を切っているのは若さん一人。あの持家という人は草の上へ寝転んでぐうぐういびきをかいて昼寝をしていた。いいじゃないか、人それぞれだ。だって若さんに二人分も働かせて自分は平気で寝ているなんてひどいわ。おまけにお弁当は若さんの倍も食べるのよ。そうしてそれもいいけれど、激しい労働をする者は小食でなければいけない。退職をして働くと肝臓を悪くするなんて恩に着せるようなことを言うんですもの。源医は歯を見せて笑った。あの男は面白い。あの持家という男は。あら、面白いだなんてやだわ。おじさんまでそんなことをおっしゃってどこが面白いの。憎らしいじゃありませんか。あの男を見るとわしは権之丞を思い出す。源医は静かな声で実戒のように言った。彼は杖術では無敵の腕があった。お前は知らないかもしれないが、紀州家へ800石で迎えられたこともある。姿勢も潔白だったけれども、世の中の不正やお宅を許すことができない。ところが世の中は嘘と虚食と策謀で充満している。権之丞はそれに耐えることができなかった。それで世を逃れて炭焼きになってしまったわけだ。まあ、私初めて聞いたわ。おまきは目を見張っていった。おじいさんってそんな人でしたの。杖術だなんて、それは紀州様へ800石で召し抱えられたなんて、私そんなこと聞くのは初めてだわ。あの持家増蔵という男は。源医はおまきには構わずこう続けた。お前の祖父とは全く反対な人間だ。彼はお宅をお宅としない。権之丞なら鼻をつまんで逃げ出すようなところでも、彼はあの丸い顔をニコニコさせて生きることができる。どんなひどい苦境の中からも、あの男は抜け抜けと抜け出して行くだろう。何十度転んでも起きる。しかもただでは起きない。必ず何かを掴んで起きる。あの盛んな生活力は見ていて微笑ましい。権之丞は高潔純粋で爪の先ほどの汚れもないが、それは彼を山へ隠れて炭焼きをするようにさせてしまった。私、その方がいいと思うわ。嫌なことばかり多い世間へ出て暮らすより、山の中で静かに炭を焼いたり薪を作ったりしている方が。もちろん悪くはない。人それぞれだ。源医はうなずいた。だがそれでは何のために権之丞は杖術を習ったのか。あれだけの苦しい修行は何のためだったのか。生かせば役に立つものを持ちながら炭を焼いている人間というものは実に妙なものだ。杉林の中で鋭くホトトギスの声がした。キンキンと響く声で二声ばかり鳴いて、そうして木の間を縫って谷の方へさっと飛び去った。山本周五郎作楽天旅日記、その第40回第35章、黒姫山からの脱走。途中まで。2021年6月22日。